のメガネには頼らねえみたいな。いやー、エピローグあたりでね。あー、入ったー。おはようございます、増山拓也です。おはようございます、松本拓也です。おはようございます、浜玄斗です。おはようございます、松尾です。この番組は若手声優4人が番組という名の会社を立ち上げ、ビッグな大企業にしていくサクセスストーリー番組です。はい、まあね、覚えていらっしゃいますでしょうか。およそ1ヶ月前の配信でですね、映画オーディション企画をやりましたね。はい、はい、やったね。やりました。映画化プロジェクトがですね、来年3月公開予定ということで、はい、なるほど。プロジェクトの制作が着々と進んでいるということでございます。でこれまでの情報ではですね、僕たち4人が主演を務める一つのドラマ作品であるということのみ皆様にはお伝えしておりましたが、本日はですね、今回の作品の舞台と我々4人の人物設定を少しだけ紹介したいと思います。ほら、教えられるんですね。なるほど、なるほど。僕たちもまだね、これ聞いてないということで、今回初出し情報でございます。はい、このですね、作品のまず舞台について、とある一つの中小企業がこの作品の舞台となります。中小企業、我々4人はこの企業で働く会社員として登場します。うんうん、はい、まあ、K4 カンパニーですから、やっぱり会社というのを舞台に、ね、なるほど、なるということでございます。はい、でそして人物設定、まず私増山がですね、積極的に周りを引っ張る熱血感、入社8年目の課長。課長、すごい。困難にぶち当たっても果敢に挑戦できるチャレンジ精神の塊。いい、ただ夢中になって周りが見えなくなるのがたまに傷というようなキャラクターになっておりますね。そして拓也、何でもそつなくこなすリアリスト。おお、リアリスト、はい、私増山と同期と入社8年。なるほど、あ、なるほど、シンパシーですね。はい、はい、あの映画内でも同期ということですね。なるほど、衛生沈着、メガネに隠れた鋭い眼光が目印のクールガイ。もう俺そのもんだね。あ、そのものですね。社に構えすぎて第一印象はよく怖がられてしまう。ああ、ちょっとそれはでも本当にあるかも。言われてましたね。そしてケント君がですね。はい。俺初めて今ケント君。ケント君、そうですね。全然握らしめないな。ケント君。ちょっとなんか俺ふわふわしてるね。なぜか。そうですね。プライベートを見せない秘密主義。おお、あって、ね。これはですね、中途採用ですね。中途5年目のエンジニア。エンジニア。おお、なんかぽい。言われた仕事は完璧にこなす優秀なエンジニア。お、いいですね。仕事のモットーは定時ダッシュ。プライベートは謎多し。俺じゃん。終わるや、いなや。定時ダッシュ。お疲れ様です、お先です。じゃあちょっとね、みんな自分と近いしいところもなんかあるかもしれない、ね、現状僕です、それ、はい、そして最後に翔平、はい、とにかく前向きな頑張り屋。あ、一番若手の入社3年目。あ、まあ若手というのは結構3年目と、まあ、俺らが8年目だから、まあ、それなりにこう、はいはいはい、入社してからの月日が経ったんですね。翔平がですね、素直な性格で、あ、いや違うか、一生懸命仕事を頑張る愛されキャラ。あ、いや違うか、合ってる。もっと会社の役に立ちたいと思うが仕事は雑用ばかり。うん、それはまあまあまあそれはまあまあまあ、そんなことないです、はい、まあ、我々4人のですね、設定はですね、こんな感じとおります。だいぶ僕らになんか合わせた感じで作っていただいて、ね、ちょっとそうですね、近しいところももしかしたら、まあ、このですね、キャラクターたちの設定を発表させていただいたところで、今回の企画に移りたいと思います。はい、K4 映画化応援企画、登場人物追加設定穴埋め会議。ハンデットアンセム。追加設定って聞いたことあります。ハンデッドアンセム。追加設定会議ってちょっとどっかで聞いたことありますけど、これからですね、先ほど紹介した登場人物設定にプラスする設定を我々4人で自由に考えていきたいと思います。今紹介した設定はですね、まあ、本当に基本のところの設定でございますので、より登場人物に魅力を持たせる設定をここで追加していこうということでございます。で今日その出た中で、その設定いいかもとなったらですね、その要素を映画の中に取り入れてくださるということなので、めちゃめちゃ大事です。じゃあこれ例えば、ヴィンテージもののワインを飲むのが好きっていう設定だと、ヴィンテージもののワインを飲ませてくれるんですか。出します。任せてください。なるほど、何でもやります。僕がですね、現時点で決まっている設定が、積極的に周りを引っ張る熱血感で入社8年目の課長でございますね。じゃあ追加設定考えていきたいと思います。うん、増山拓明はホニャララが大好物。おい、好物、好物考えていきます。商品、好きなものか、増山さんが。リアルなところでいくと、うん、甘いものですね。ああ、なるほど、はい、できました。あ、翔平お願いします。はい、
女性社員のときめき。え？ときめく顔が好きだから甘い言葉をやたら言うって。女性のときめいてる顔を見たくてたまらない、好物。これやべえやつ、やべえやつ。言い方が悪いんだよな。好物ってのやばいね。これじゃないですか。じゃあやっぱり、じゃあお願いします。金。俺も近い、タクシー券。好きですよね、多分ね。あったらあったら嬉しいな。タクヤで行きましょう。金。わ、タシチケか、そうか。もう一個僕お題あります、はい、松山竹明はホニャララと呼ばれている。おー、熱血、生社内での、まあ、あだ名だったり。あ、はい、はい、翔平支配人。いいじゃないですか。これじゃないで、K4 が溢れすぎじゃないですか。じゃあ俺いいですか。はい、タクチケおじさん。イメージ悪い。なんかね、裏で言われてんだろうな。嫌なキャラ。松山さんタクチケ手配してるよ。タクチケおじさんねーって。タクチケだってタダで出すもんじゃないですか。いいやんね。なんかさ、もっとさ、なんかいいの出してもいいんだよ。いいの。いいの出してもいいんだよ。こういうなんかさ、お、ほら。あ、どういうことですか。いいから、ほら。我が社のエンジンみたいな。なるほど。あれ、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。なんだなんだ。いまいちか。これ自称で言ってたらすごいよ。ずっと飲み会とかで俺はこの会社のエンジンだからさ。でも確かに言ってるとこ想像してちょっとダサいな。あ、でも会社っていうとこつなげるんだったらいいんじゃないですか、はい、これ。お、なんでしょう。潤滑油。面接でよく言う潤滑油。なんか面接っぽい感じ。あ、なるほど。あ、ちょっとじゃあつながりっていうことで、はい、コンドロイチ。どういう役割？あの、なんか関節とかをなんかこう潤滑にできる。我が社のコンドロイチ。我が社コンドロイチ。じゃあコンドロイチ。松本さん響きまくってるな。マジで。やっぱシンパシーだな。タクヤの設定は何でもそつなくこなすリアリスト。松山同期の入社8年目でございますね。はいはい、穴埋めこちらです。タクヤは〇〇が苦手。お、苦手なもの。苦手なものか。苦手なもの。ちょっとじゃあ僕。はい。いや、これね、いいと思います。松山。同期だけど、うんうん、熱血感の増山と、あ、そう、クール街の増本っていうのは同期だけど決して別になんかその映画内では結構犬猿の仲ぐらいの設定にしちゃっても面白い。なるほどな、うん、ちょっとそれなんか関係性的な面白いですよね、それ確かに、確かに、うん、これだから書いたのが、はい、出世が苦手っていう。うわそうだから熱血のその増山を見ながら俺はああいうふうには生きれねえなみたいな感じ。増本さんって課長ではないんですか。そう、一応課長では。あ、課長では。課長ではあんの。あ、課長とは書いてないと。だから俺はなんか自分の中でさっきあだ名考えたのが、うん、じゃない方の課長じゃない方の芸人みたいな。でもなんかそれを別に苦にしてないなみたいな感じ。なるほどね。俺あれですね、選びたいな、うん、増山の。お、増山の増山。なんかそうそうそう。あ、なんかすごいそれキャラ付けとして面白いな。はい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 、お。松本拓也さんは、松山拓也さんは苦手と。すごいシンパシー感じてる。映画内では。映画内では。うわ、これ広がりであれだね。これ和解する場面でシンパシー流そうな。あ、ちょっと決まったじゃないですか。挿入歌ね、挿入歌ね。ちょっとごめん、二人とももしかしたら、あの、ちょっと出番少ない。まあ、そっちがいいな。俺らもエグジステンス流す場面作りました。そうだな。もうちょっと、これが決まりじゃないですか。はいはい。拓也ちゃん、もう一個決めましょう。あ、ごめん、もう。松本拓也のデスクには、丸々が飾ってある。ああ、なってある。これ多分100点の答えだ。ウルガイの机には何が？正式名称がこれでいいのか分かんないですけど、これですね。ボルダリングの石。3つぐらい置いてある。ホールドな、ホールド。あ、ホールドっていうんですよ。ホールドだったらガバとカチとスローパーが欲しい。じゃあガバとカチとスローパー。あ、でも金銭的な問題でカチだけないっす。価値か、価値だけないです。意外とね、そうね、価値が意外と高いのよ。そうなんだけど。その設定映画まで持ち込んだの。ああ、いいな。じゃあ僕いいっすか。いい、はい。無数のメガネ。俺も書いてました。大量のメガネ。そう。なんか例えばこうパソコン作業用とか文字見る用。毎回変える。毎回だからもうこうチャッチャみたいな感じで使い分ける。なるほど。でラストシーンの方で俺はもうメガネには頼らねえみたいな。なんか熱いシーン。データ捨てるキャラみたいな。最後コンタクト入れてる。うわー。エピローグあたりでね。入ったー。
大量のメガネで。シンパシー。僕と翔平の番でございますね。続いては浜ちゃん。はい。浜ちゃんの設定はプライベートを見せない秘密主義、中途5年目のエンジニアですね、うん。まず一つ目の穴埋めは、浜健人のポリシーは〇〇。ポリシー。なる。まあこれ例えばなんですけど、分かりやすいので言うんだったらやっぱ対空ですよね。やっぱり飛んできたいと絶対に昇竜拳で落とす。これはすごいポリシーですよね。例えばですけど、反応してください。ね、さあでは浜ちゃんの考えでいきましょう。よし、編集点よしと。編集点があるのに無視しました。レンコインは5回まで。5回までは自分ルールとして、ゲーセンでやりたい。レンコインは。なるほどね。ポリシーとしては、時は金なり。まあ。なんか話しかけてくる同僚がいたら、その時間金になる。無駄な時間を作りたくない。なるほどな。どうですか、どうですか。現状、正直レンコインですね。ゲーセンキャラになっちゃう。定時出社、定時退社して、もうすぐゲーセンに。そうっすね。駅前のゲーセンに行って延々とやってる感じです。じゃあレンコインで、はい。じゃあレンコインは5回まで。5回までですね。はい。ゲーセンのシーンを撮らなければならなくなりました。そうなりますよ。じゃあ浜ちゃんのもう一個いきますよ。はい。浜健人は昼休みになると〇〇をする。あー、なるほどな。これ難しい問題ですよ。まあどうですか。はい。お、じゃあ小松。妹と電話。いいお兄ちゃん。いいな、それ。そうですね。なんかいいな、優しさというか。ちょっといいね、それ。うん、妹役が必要なんで。確かに。3つ下でございます。はい。4つ下で。出んの？リアル妹。ちょっと声かけといて。あ、わかりました。じゃあ、ちょっと松山さん、お願いします。盗聴。いや、犯罪者じゃないですか。聞こうか、詳しく。おー、いい。詳しく聞こうか。だから、会社内ね。会社内の全ての出来事を網羅してるっていう。なるほどね。人の弱み全部握ってるみたいな。浅山課長、あー、なんかこの間海ぶどうすげー買い込んでたよ。何の会社なの。その情報は別にいいだろ。好きになれるかな。盗聴かな。いいっすね、盗聴。盗聴にします。盗聴にします。あ、でもなんかちょっと面白い、面白い、なんか、うん、これが後々なんかもしかしたら、うん、ね、なってくる可能性。なるほど。じゃあ浜健人は昼休みになると盗聴します。あ、いいぞ。ちょっとおっかなくなりました。これ あるぞ。翔平はとにかく前向きな頑張り屋で、一番若手の入社3年目ですね。はい。翔平の設定追加は、翔平の隠れた特技は丸々。あ、ね、まあ、3年目でしょ、うん。まあ、やっぱ小松といえばやっぱこれ通ずる頑張る愛されキャラ。あ、これ浜さん球技映画の中では得意。そう、映画の中では。一生撮影終わんねえじゃん。そのシーン撮れないみたいな。そのシーンだけ上がらねえぞ。いやいや、実は球技がすげえ。その時だけ日体大の人にこう入ってもらって。ああ、スタントに入ってもらって。そうちょっと俺がじゃあ、お、闇討ちです。どういうこと？ん？どういうこと？まあ、やっぱり忍者の末裔みたいな設定がされて、そういう裏稼業をやってるんですね。まあ、いざという時に、まあ、ラストシーンあたりでそれが役に立つと。殺すの？まあ、ゴツコンって一人盗聴して、一人闇討ちして。なに、イグジセンスコンビはなんか殺し屋とかやってるんですね。忍者の設定ありなんだけど、パルクールとか。うわ、あー、いい。響きましたよ。調子に俺も欲しい。じゃあやってもらおう。屋上からスカイダイビング。屋上からってめちゃくちゃ高くないか。でもなんかそういうのあんだよ。そういう競技というか。あ、本当ですか。そう、屋上から本当にちっちゃいパラシュート持ってドーンと落ちる。じゃあこれもいいんじゃない。バンジージャンプもしちゃえばいいんじゃない。じゃあついでに。ないわな。別日だ。じゃあもう増山さんのパルクールにしましょう。かっこいいシーンになりそう。これはミッションインポッシブルのやつ。いや、わかんねえ人いるってそれ。どう言えばいい。そのシーンだけは俺あの渦の中、水の中に。いや、それ数分呼吸止めてとかなきゃいけないですから。飛び込むやつ。いや、わかんないってそれ。まあでもそのパルクール的な。あ、でもちょっとじゃあアクションシーンももしかしたら。ありがたいですね。はい、じゃあ最後の追加設定でございます。小松翔平のカバンの中の必需品は丸。いや、うん、ちゃんと考えました。あ、松田さん、はい。お守り。え、なんですかそれは。ちょっとなんかその気弱というか、なんか願掛けをしたがるみたいな。なんかこれさえ持ってれば大丈夫みたいな、そういうアイテムをなんか入れてる。これいいんじゃないですか。ジンゴリ。
ジンゴリを入れといて、いつでもジンゴリゲームができるように。ああ、ジンゴリゲームだよ。はい、そう、ジンゴリっていうもの、何か あんま馴染みないっすよね。違う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 、あんまり馴染みないもんだ。いや、これどうですか。炎全体化のマテリア。いいな。序盤には必要。ちゃんと穴つながってます。そうだよ。炎マテリアと全体化マテリア、二つないといけない。分解できなくなりますよ、この映画。あとバスターソルトでもいいです。あ、そうね。大企業敵に回してます。すいませんでした、これはなしです。いや俺は煙玉とか書いたけど、でも忍者設定をどうしても活かしたい。いや鳥持ち玉。あ、いいですね、鳥持ち玉。でも鳥持ち全体化のマテリア。じゃあこれだ。いっぱい出てくるな。いや、これいいと思う。これだ、はい、ほっかむり。ほっかむり、あのバトルバンダのほっかむりにしてるっていう。ダセー。ありがとうございます。すげえ。心の世界じゃない。心の世界じゃない。ポケモン商品のこいつ今。ほっかむりってちょっとこれはアンパン。お腹が空いた時にいつでも食べられるように。もう何この歌飽きたの。じゃあ、お守りにしましょう。お守りで。いや、と思ったんだけどな。話が広がりそうっていう意味では、里に伝わるお守りとかで。バカ。どうしても忍者設定があるんだ。絶対譲んないんだね。はい、ということで、以上で設定会議終了でございます。はい、ちょっと一旦ね、持ち帰っていただいて、はいはいはい、今ね、我々が出た案が採用されるのかどうかというのはね、うん、まあ、映画を見ていただければ分かると思います。そうですよ。ぜひ見ていただければと思いますので、皆さん映画館にご期待ください。よろしくお願いいたします。ではここで蛍光カンパニーからのお知らせです。蛍光カンパニーベストアルバムメッセージが現在好評発売中です。公式オンラインショップニジストアでは、通常版の他にミュージックビデオの収録された DVD が付属する初回限定版、そしてさらに8月15日の生放送内で実施したライブパートのダイジェスト映像が収録された M カードが付属する数量限定豪華版の全3形態が販売中です。詳細はアルバム情報特設ページ、またはアニメイトさんのイベント特設ページをご確認ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日ここでお別れのお時間です。お相手は増山武明と松本武明と、昼は登頂しています浜健人と、忍者の末で小松翔でした。お疲れ様でした。ご長寿祈願敬老カンパニー。